事だから希望はある。光がないとない、光があるとなるとか、なんか体がそうだね。なんかでも、いやーが、あーが、わかんないけど、昔みたいにも戻せばいいような気がするけどね。そんなに10分15分のマッチングがあれだったのかな。確かにマッチングは遅かったけど、勝てたあの頃の方が楽しかったと思うけど、今やっても曲げる可能性がかなり半分ぐらいあるっていう。うん。によって、によってはもう、もう全然思わしくないような試合もあるな。2人以上の救助とか間に合わないもん。今日も来年なら発電機回せりゃいいんだよ、少しでも。おっ、ここで治療所じゃ。なんとか治療してもらあげないと。でもあれはなさそうだね。オーバーチャージとかなんか仕込んでそうだけどね。だんだんに行くようがなさそうだけど、やばいパターン、やばいパターン、やばいパターン。来るな、来るな、来るな、来るな。あれよ、あ、見えた、なんか、なんか白く、なん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 なに、なんであんな白く見えるんだ。大丈夫に。安全。安全地帯を探すしかない。コソコソコソコ任してるしかない。あの情報は無駄にやられるよりは、ちょっとでもいいから、なんかうまい、なんかちょっとでもいいから回せて、チームパーク必ずしも入ってるかは言いないからね。
単にやられない。誰に家回るも一度。あっち側もなんとなく分かってるから。何やってんだろう。バッテリーあんの？いやーもうダメだね。電気回す気ないでしょ、この人たち。よしろ、セルフケア打たないとやりませんとか。ここに来ないんだろう。まあいいんだけど、目当てがあるんだったら目当てでいいよ。ここの方にも行ってくれないと、ここのスペースの隙が生まれないからね。無理だよね。セルフケアマンだからもうほとんどは。だからこの分だけ票を争う場面でやばいよね。ここのところやんないと、利用しないと動きませんってことだから。いやー痛ー、仕事ができなかった。あそこの俺がやってたってことがいければもう最高じゃねえかよこれ。
わない。二つある。吊るされてる側と、俺がやってたのところの側。二つある。ここはもう、時間がない。ああ、やばいやばい。最悪の事態が陥ってる。いや、仕込まれてるわ。いや、なんで来てる？こっち側に。あっち側にもいるんだよ。基本的なあれを言うと。ダメだよなぁ。2カ所にいないといけないんだよ。同じとこに来るやつがいるということはもう負けなんだよ。君たちの側でそっち側で頑張ってて、こっち側頑張るってわけでやんないとできねえんだよ。だとなれば治療はしかしねえとか、いらないんだよ。発電機を回すための努力をしてくれよ。なんでこんなにできねえの？発電機を回すっていう簡単なことが。オーバージャージなんだから一気につけるか、ちゃんと分けてやるかしかねえんだっつうの。いや、なんでこんなとこに来てんの。いや、なんで走ってきてんだよ。いや、なんでこう走ってきてんだよ。いろいろ走んじゃなくて、同じところのあたりにいるんだよ。基本的に。そこで粘るんだよ。で、二手に分かれるんだよ。これが戦術戦略って言うんだよ。で、もうやってる暇ねえだろうよ。一回も吊るされてねえ奴らがなんで治療してんだよ、まずよ。ビルジーラ、例えばビルジーか、レオンはあっちに行ってんだよ。そうすれば遠いでしょ、これ。遠いから奇跡は起こりやすくなるんだよ。こっち側に来ないことなんだよ、もう。そっち側の人たちはこっちに来てるような人がいたらもう、まあ、悪いけども、戦犯行為のレベルなの欲しいんだよ。負けないで繋がるんだよ。でルーケアマンたちは疲れるからな。本当にさ、MVP、俺だからね、もう 100%。俺がね、軍師的な存在だよ。三国志って知ってる？諸葛亮とか、芝居とか、周瑜とか、各、韓国のトップクラスの軍師のこと言ってるけど、俺、こういうプレイヤーが超絶本当に優れてんだよ。うん。ヒロちゃんっていう人がいたから勝てるんだよ。一つも治療してないんだよ。俺は自分自身を。それで無駄なロスが生まれなかったんだよ。見習ってほしいよ、この二人には。
言ったよね、戦術っていうのは。戦術を考えながら戦略を練って戦っていけばいいだけの話よ。遠いんだよ。二つの距離が。いくらオーバーチャージなのかな？いや、オーバーチャージっぽくねえんだよな。呼び声とかイラブションとかなのかな？うん、だよね。なんか、呼び声とかイラプションだよね。ああ。うん、よかったね。うん。二人も本当に戦術っていうのはこういう